はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。こけれたかは JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市から沖縄県久米島に旅行に行った動画のパート1です。久米島は沖縄県で5番目に大きな島で人口は7000人ぐらいです。皆さん久米島行ったことありますか？東洋一と言われております絶景ビーチの果ての浜、それ以外にも観光地やグルメなど魅力がある島だと思います。パート1では旭川空港から羽田空港を経由しまして、夏の時期限定の羽田空港から久米島空港の直行便の模様を紹介した動画になります。羽田空港第一ターミナル直結のカプセルホテルについても紹介しております。 4K 映像かつ二重言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。久しぶりの沖縄での海水浴、おじさん楽しみですね。バンコク旅行の時にも紹介させていただきましたが、こちらは旭川空港1階 ANA 並びにエアドゥ、そして JAL のチェックインカウンターです。私は紙の搭乗券が欲しかったので JAL のチェックインカウンターに行きました。私はチェックインを済ませた後、2階にあります土産店があるエリアを歩きました。私が旭川のお土産でおすすめしておりますしっとり生サブレの蔵生などはどのお店でも売っていると思います。こちらはアマゾンでも買えますので、食べたことがない方は概要欄の販売ページから買って食べてほしいと思います。アナフェステやブルースカイなどもありますし、ソフトクリームや牛乳が美味しいお店エスペリオもありました。私はお土産を見た後、フードコートで夕食を食べようと向かいました。8つのレストランがある中で、私はそば日本一の産地幌加内そばのお店カブラギで食べました。いろいろなメニューがありましたが、北海道産きのこそば1000円を注文しました。そばはあっさりしておりましたので、食欲がなくても食べれそうなそばだと思いました。天ぷらは北海道産の椎茸、舞茸、しめじ、エリンギが入っていました。サクサクで美味しかったです。私は食事をした後、保安検査場に向かいました。保安検査を抜けたらすぐアナフェスタがありました。さらに歩いていきますと、右側にブルースカイがありました。私はこちらのラウンジ大切に行きました。こちらは各種クレジットカード、ゴールドカード会員のみ利用することができます。こちらではソフトドリンクを飲むことができます。アルコールは有料で販売していました。はい、これから旭川空港11時15分発羽田空港行き日本航空 JAL 558便搭乗開始します。今回搭乗した時は結構突然搭乗の方が多かったので、荷物を棚に置く方がいると止まってしまいますよね。今回もガス停席も空いておりましたが、窓際席が空いておりませんでしたので席を変更しませんでした。今回搭乗した飛行機はボーイング767でした。この機種は国内国際線をカバーする主力の機材として活躍している機種です。飛行機ってどれくらいの燃費なんだろうと思って調べてみました。ボーイング767の場合ですと、燃料消費量が1時間あたり5850リッターだそうです。今回搭乗しております JAL 558便ではフライト時間が約1時間半になりますので、単純計算しますと8777リットル燃料が必要になる計算になります。徐々に加速していきます。この機種でありますボーイング767の離陸速度は約260キロだそうです。私が座った座席からは離陸時に旭川空港のターミナルが見えない側でしたので、真っ暗な映像でした。日本航空 JAL 558便旭川空港から羽田空港に向けて離陸しました。旭川空港を離陸してすぐ旭川市中心部の夜景が見えてきました。旭川市は生活するなら買い物にも困らないですし、美味しいお店もたくさんありますので、私は大好きな街です。以前私が旭川羽田便でボーイング737に搭乗した時のモニター映像です。この便の区間マイルは576マイルです。旭川空港から羽田空港までの距離は927キロメートルです。この旅の最終目的地であります沖縄県久米島空港までは羽田空港から1018マイル1638キロありますので、旭川空港からは遠いですね。
シエさんがドリンクメニューを持ってきてくださったので、メニューを撮影させていただきました。今回も JAL オリジナルドリンクのスカイタイム桃とぶどうを注文しました。いつも飲んでおりますが、すっきりと甘くて美味しいですね。機内では電子版の JAL ショップを眺めていました。今回は夜のフライトでしたので、外の景色は撮影できませんでした。この後、日本航空 JAL 558便羽田空港に着陸します。予定より10分ぐらい早く無事に羽田空港に着陸しました。私はクラス J 席の乗客の後におりました。さすがにこの時間では国内線の乗り継ぎをされるお客さんはいなかったですね。私はスーツケースを預けておりましたので、手荷物受付所に行きました。スーツケースをピックアップしまして、出口を出ました。私はこの日の宿泊先でありますファーストキャビン羽田ターミナル1という羽田空港国内線第一ターミナル直結のカプセルホテルに泊まりました。右側にみずほ銀行が見えてくればもうすぐです。こちらのカプセルホテルは受付でチェックインをしまして、宿泊料金も先払いだったと思います。カップラーメンの自販機やソフトドリンクの自販機、コインランドリーや大浴場などもありました。荷物につきましては、大きなスーツケースなどは預けるか部屋の近くに置いておきます。料金は宿泊とショートステイがあり、ご覧の通りです。ファーストキャビンクラスとビジネスクラスの違いは1000円の差ですが、ファーストクラスキャビンは部屋にスーツケースを置いておくことができます。アメニティはご覧の通りです。ベッドの下に鍵付きの収納がありました。こちらにスーツケースを入れるのは無理だと思いますが、リュックや貴重品を入れておくことができます。私は久米島空港発が6時45分でしたので、ホテルを早めにチェックアウトしました。朝6時前に羽田空港第一ターミナル出発ロビーを歩いていましたが、お客さんはガラガラでしたね。私はファーストクラスチェックインカウンターからチェックイン並びに保安検査をしました。保安検査を通過した後、 JAL のラウンジに行きました。まず JAL 桜ラウンジに行ってみました。ビールにソフトドリンク、食べ物はハッピーターンと飴がありました。その後 JAL ダイヤモンドプレミアラウンジに行きました。こちらにはプレミアムなビール、ソフトドリンク、メゾンカイザーのクロワッサンやおにぎり、ハーゲンダッツなどがありました。私はおにぎり2種類、スープ、メゾンカイザーのクロワッサン、ハーゲンダッツ並びに牛乳をいただきました。朝早かったので時間がありませんでしたが、美味しかったです。途中、シエさんにすれ違いました。シエさんも朝100からお疲れ様です。右側にカードラウンジがありました。ここはかなり混んでおりますので、時間に余裕を持って訪れてほしいと思いました。こちらにもブルースカイがありました。私が6番搭乗口に行った時は、そんなに待っている人はいませんでしたね。はい、これから羽田空港6時45分発久米島空港行き日本航空 JAL 981便搭乗開始します。私は2番目に搭乗しましたので、どこかで止まることもなく自分の座席までスイスイ歩きました。今回搭乗しましたボーイング737は、小型でも近距離国際線や国内地方路線で広く活躍している機種です。航続距離は2010キロだそうです。燃料消費量は1時間あたり3320リッターだそうです。旭川は羽田便で搭乗しました。ボーイング767の燃料消費量は1時間あたり5850リッターですので、かなり燃費が良い機種だと思いました。それでも約2時間のフライトですので、単純計算して6640リットル消費する計算になります。とすごい量の燃料を使っていただいて、私を久米島まで運んでくれているんです。ボーイング737の離陸速度は約260キロです。徐々に加速していきます。はい、
沖縄県久米島空港に向けて日本航空 JAL981 便羽田空港を離陸しました。機内のモニターで羽田空港から久米島空港までの距離とトータル時間を見ました。地図でお示ししておりますが、羽田空港から久米島空港までの区間マイルは1018マイルです。距離は約1638キロメートルです。羽田空港を離陸して20分ぐらいで標高3776メートル日本一高い山であります富士山が見えました。なんか良いことありそうですね。この飛行機は紀伊半島の上空を通過しておりましたが、本州最南端の潮岬が綺麗に見えました。久米島空港到着まであと20分ぐらいですね。残りの距離は85マイル約137キロです。真ん中に見える島は粟国島です。この島は相鉄の島と言われているそうです。またダイビングスポットとしても有名な島だそうです。今度那覇からフェリーで行ってみたいですね。この辺りから久米島の一番の絶景スポットであります果ての浜が見えてきました。少し雲が多かったので残念でしたが、それでも東洋一と言われております果ての浜の綺麗さは伝わったんじゃないかなと思います。果ての浜を見るためには進行方向右側の座席を予約しないと見れませんので、予約されるときは気をつけていただければと思います。羽田空港から約2時間のフライトで到着予定時刻よりも10分程度早く日本航空 JAL981 便は久米島空港に到着しました。クラス J 席の乗客の後、私はカメラを回しながら飛行機から出口に向かって歩いていきました。私は沖縄空港に行きますとメンソーレと言ってしまいますね。ここで預けていたスーツケースを受け取りました。到着ロビーに着いた後、マングローブレンタカーでレンタカーを借りました。久米島にはガソリンスタンドが2カ所しかありません。それも日曜日などは閉まっている場合がありますので、最後に給油する場合は営業日を確認しておいた方が良いと思います。もし久米島空港でガソリンが満タンになっていない場合は1キロあたり22円で計算されてしまいますので、気をつけてほしいと思います。レンタカーには携帯の充電ができない車もありますので、シガーソケット充電器をレンタルできるのか確認した方が良いと思います。気ままの親父さんおすすめのシガーソケット充電器の Amazon の販売リンクを概要欄に載せておりますので、興味がある方は覗いてみていただければと思います。私はレンタカーの手続きをした後、久米島空港の外に出ました。シーサがお出迎えしてくれましたよ。はい、久米島空港に気ままな親父さん無事に到着しました。これで今回の動画は以上になります。帰りに搭乗しました久米島空港発那覇空港経由羽田空港行き日本航空 JAL982 便の模様の一部の映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は久米島旅行パート1として北海道旭川空港から沖縄県久米島空港までの模様を紹介した動画でした。夏の時期限定の JAL981 便からは果ての浜も綺麗に見えました。また羽田空港第一ターミナル直結のカプセルホテルは早朝便に乗るときには非常に便利だと思いました。パート2では久米島を観光し美味しいものを食べた内容などにつきまして作成していこうと思っています。もし作成した場合はそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来年も JAL で久米島空港のシーサーに会いに行くぞ。